国際プロレスとマスカラス、それじゃない、国際の魅力。国際プロレスが過去に一度レンタルでマスカラスを呼ぼうとしたことがある。どうマスカラスを使おうとしてたのか。マスカラスのレンタル話はポスターまであったみたいだからかなり実現に近かったんだろうけど、どういう経緯でポシャったのか。全日本の中でも一番ギャラが高かったと言われているマスカラスを呼ぶのは国際としてはかなりの負担だと思うんだが、なぜマスカラスだったんだろうか。もっと安くて効果のある外人をレンタルしてもらってもよかったと思う。例えば78年くらいならマーク・ルーイン&イヤウケアとか。吉原が馬場にマスカラスのレンタルをオファーしたのは78年のサマーアクションシリーズ2の終了後の国際ダイナマイトシリーズ。馬場は最初は拒否していたが、吉原は蒲田移籍の件を持ち出し、うちは蒲田を気持ちよく送り出している、レンタル参戦もできんのかと。馬場もしぶしぶ再検討、マスカラスを説得してどうにか口約束で了解を取り付けた。それで吉原ポスターを発注するも、マスカラスが期間の短縮やギャランティの上乗せ宿泊等の特別待遇を要求。飲めなければメキシコに帰ると言い出し、いろいろ駆け引きを使ってきた。結果的にマスカラスの要求を飲むことはできず、話は破談になる。吉原としてはマスカラス参戦を見込んで売り興行の値段を上げ交渉し、不参加となったことで興行のキャンセルやダンピングがあり、信用は失墜してしまった。吉原が怒る気持ちもわかるが、口約束でポスターや売り興行の段取りまで進めた甘さ、急遽オックスベーカーを特別参加させ木村とのデスマッチ3番勝負を売りにした。個人的に思うに、単発レンタルとして考えた場合、マスカラス以外でコストパフォーマンスの良い顔ぶれはいくらでもいただろうに。木村との IWAW 世界戦でもやろうとしたのか、仮にロビンソンのように日本陣営に入れても木村のタイトル挑戦者に簡単にマスカラスを勝たせるわけにもいかないし、本当にどう使うつもりだったのか。78年あたりならルーイン&イヤウケア、ニラモス、スーパーデストやハリケーンのマスクマン、ブラジルなんかまだまだネームバリューはあった時期。全日本でも単発だったけど、ワルド、フォン、エリック、格はかなり落ちるけど、レッド、ウルフやフランク、モレルなんか国際向きだったと思う。ギャラと集客が見合った選手、ルーイン、イヤウケア、ラモス、ブラジルあたりの斡旋の話はあったが、障害になったのがギャラ。全日本と同額のギャラと待遇ならって話で、そうなると国際の外国人エース勢よりも高額。そのため全日本の外国人選手の斡旋の話はなくなった。唯一ポスター制作まで行ったのがマスカラスで、吉原社長から見てギャラと集客が見合った選手ってことだった。しかし1978年に国際にマスカラスを招聘したら、井上となら好試合を演じられそうだが、木村の IWA に挑戦させたのかね。噛み合いそうもないし、どうせ引き分け防衛だろうと予想するファンが、木村に勝てないマスカラスは見たくない、マスカラスそのものは全日本でもまた見られると並べ、あまり観客動員にも結びつかない気がする。マスカラス呼ぶぐらいだったらブッチャー呼べばよかったのに、木村とも因縁があるし、地方だったらブッチャーの方が受けると思う。さらに現実的には使い道が難解なマスカラスよりデストロイヤーに来てもらった方が良かったんじゃないかと。デストバーサスクサツの US ヘビーとか、木村や井上との絡みも見たかった。だが馬場がデストロイヤーの負けを許可しないから使いづらい。国際プロレスって不思議な団体で、マスカラスが来ても国際では地方でポスター貼ってあって、ジプシー・ジョー、オックス・ベーカー、スミルノフ、エンフォーサー、バションが写ってるポスターと、ガニア、ロビンソン、テーズ、ニック、マスカラスが写ってるポスターと、どっちが客が入るかといったら、当時は国際では前者が圧倒的。それ考えたら蒲田、セーラー・ホワイトとかもポスター映えする。よく言えばノブシみたい、悪く言えばバスエ感がブレンドされた不思議な団体だった。国際の歴史はドタキャンも歴史。闇選手権や闇デスマッチ、闇選手権や闇デスマッチを行っても、それを見たファンは怒りはしない。むしろ事前に発表されたカード以上のものが見られたからラッキー。それをマスコミが報道しなくても OK。 国際の良さはマスカラスじゃなくマスコミがいないところで、
闇金網で浜口、アシュラあたりがシリーズの目玉外人をうっかり KO しちゃうのが国際の面白さ。新日本、全日本と同列に語れないとこが最大の魅力。ご視聴ありがとうございました。